ビールマンポジションビールマンスピンはアップライトスピンのうちの一つでデニスビールマンが広く普及させたスピンフィギュアスケート選手が片足で回転しフリーレッグを背後から伸ばして頭上に高く持ち上げそのブレードをキャッチする体全体で累積型を作るスピン胴体と足で形作るラインはしばしばチューリップのつぼみに例えられる このポジションを取るには高度の柔軟性と高い回転能力が必要とされる。大多数は女性選手が行うものの少数ながら男性選手も披露している。ビールマンポジションはスパイラルポジションの中でも使用される。ビールマンスピンはその名誉を称えてデニス・ビールマンから名前が取られているが競技会で最初に披露したのはデニス・ビールマンではない。 1937年世界選手権でセシリア・カレッジがレイバックスピンからフリーレッグを片手で持ち上げてビールマンのポジションを取ったと言われているが現存する動画はない。カレッジが残した動画で確認できるのはドーナツスピンである。残されている動画で確認できる最初のビールマンスピンの原型は1960年ヨーロッパ選手権で タマラ・ブラトゥスが行ったものである。ブラトゥスは体操競技を見た後でヒントを得てこのスピンを考案した。彼女は1965年のヨーロッパ選手権でもこのスピンを行っている。しかし、ブラトゥスが行ったスピンはフリーレッグを頭の上に持ち上げているもの,のその後他の選手もこのスピンを競技会で披露し始めた。その中には、ジャネット・チャンピオン、スラバ・コホーと、 カリンアイテンがいる。カリンアイテンのスピンの動画は残されていて、現在のビールマンスピンにかなり近回がブレードをつかむ、両腕の肘は90度に曲がっていて、持ち上げた足の膝も90度曲がっているので完全なビールマンポジションではない。1970年代後半にデニス・ビールマンが競技会で行い、このスピンを普及させた。デニス・ビールマンはこのスピンを披露した中で、 初めて世界選手権で優勝した選手である。1990年代にはペア競技でナタリア・ミシクテノクがアルトゥール・ドミトリエフとのデススパイラルをこのポジションで行った。イリーナ・スルツカヤはビールマンスピンでチェンジフットを行った最初のスケーターである。スルツカヤ若と足でビールマンスピンを行った後、直ちにチェンジフットで足を変えてビールマンスピンをした。 ユリア・リプニツカヤの柔軟な体が生み出す胴体と足のラインが直線に近い極めて鋭い鋭角になったポジションはろうそくに例えてキャンドルスピンと呼ばれる震災転放が開始されてから多くの選手が様々な要素でビールマンポジションを取るようになった例えばこれをスパイラルでスパイラルのクオリティに関わらずポイントを上げるためにこのポジションを取るようになるさらには レイバックスピンを8回転行った後で難しい変化型を加えるためにビールマンスピンに移行し得点の価値を高めている。ビールマンポジションでのスピンはレイバックスピンやアップライトスピンの難しいバリエーションの一つと分類されていて選手はレイバックアップライトのどちらでもその難しいバリエーションができるしまたビールマンスピン単独でもソロスピンとしてカウントされている。 震災天法で増え続けていくビールマンスピンにより第51回 ISU 総会では一つのプログラムに入れるビールマンポジションの回数が制限されたと発表した。これは選手の体への負担を考慮しプログラムの多様性を求めている。ミルトン、スティーブ、スケートトーク、フィギュアスケーティングインザワーズオブザスターズ、ファイアーフライブックス。ありがとうございます。